はい、こんにちは、ビッグボーイです。フォールアウト4本編、続きやっていこう。コーサーのシグナルキャッチして CIT だっけ、ここ。なんだっけ、ここ。CIT じゃない。グリーンテック遺伝学研究所ってところに来たから、ここでコーサーを倒すんだけど、だいぶ前にコーサー強えって聞いてたんだけど、最悪ビッグボーイがあるから、いっか、過激な会話。おい、ぐちゃぐちゃ聞こえたよ、一瞬。以前見たときはコースターは確か、なんだっけな、黒人の坊主さんだった気がするんだけど。お？足が。これ上行けんな。え、ピップボーイが使えませんって、そんなことはない。コーサーは2階にいる。発見次第殺害せよ。複数いる場合に備えてロビーに増援を送れ。役に立つのはあるかい？何の館内放送？2階ってことは、なんだなんだなんだ。あ、なんか戦ってんぞ。おっとっとっと。あ、すでに戦ってる。あ、出て出て。あそこか。あ、タレットたくさんある。もう手を染めている。お、いた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 。ガンナ。あ、弱い。タレットがまだあると思う。あ、そこかい。下はどうなっているんだ？何体と交戦している？これ誰の声？操作。結局デリバラーになるっていうね。死体、ガンナーの死体。何もないね。おっ、すごいことしようぜって。いきなり出てきた。ガンナー、頭。吹っ飛んだ。賢明なレザーアーマー、右足。うん、こいつが賢明じゃなかったな。コーサーは3階だ。2体目の侵入者が中庭付近の東棟にいるとの報告。ああ、これ普通にガンナー同士の通信か。バレてるんだ、こっち。素晴らしい。ピケット。ワンダークルー。あ、いらな。あ、いる。お前、死んだ。隠れんぼしてる。あ、強い。え、普通のガンナーに守られてんの、コーサーが。なんもない。ん？あれ。腰打ったのに頭が取れたぞ。ここは3階じゃない。不意打ち。あんまり目星いアイテムないっぽいな。コーサーを倒してしまえばそれでいい。大
誰かいるのか。ガンナこっちだよ。まだなら吹き抜けの階段と廊下にバリケードを築け。バリケード？なんもない。待って、こっち来る前に奥の方、手前の方まだ階段あったんだけど。こっちだ。こっちは、ああ行けないのか。おお。なんだなんだなんだ。え、BOS の人がいるわけじゃないよな。地雷あるし。グレネード投げてみよう。おい。おお。なんだあれは。あ、上にガンナか。なんだ、ガンナと誰か戦ってんの？ガンナ。あ、伝説いる。うわ、死んでる。解除。いいね。死体ばっかりだけど。地雷。タコから飛ばされてきたんじゃないか。これなんもない。ニックのよく言う過去から来たってのはよくわからないんだけど。俺は難しいタイプじゃないが、俺についてはうるさいぜ。あ、来てる。はい。すごいことしてくれ。先に制圧しちゃうか。おお。あれ、そこ燃やしちゃう。伝説。今ダメージ受けてなかった？アイテム。ああ、特に何もない。コーラ。こいつ伝説？ああ、こういう武器か。澄み切った心の持ち主じゃなきゃこんな場所は作れなかっただろう。チョーク。で、出た。ジャングルザ・ムーンモンキーいただいちゃおう。どっか一室ぐらいにはレアアイテムないか。あ、地雷。何もない。コースはどこまで上に行ったんだ。あ、これ解除でき、あ、待って、そうだ、久々にニックを連れてるから出番だよ。何かしてやろうか。あのターミナルを解除できそうか。いい案だ。よし。あ、パレットかーい。今停止するものあるのか。お、何、ガンナー同士で戦ってるわけ。コーサーが迫ってきてんの。で、コーサーにやられてってんのが。え、そんな強いコーサー、マジで。どうしよう。まだ逃げられる。伝説がいた。ビンゴだ。
オートピストル。誰だ？あ、まだいる。いつよりは賢いと嬉しいよ。よし。お、まだ戦ってんのか。どうなんだろうな、そんなに強いかな、コーサー。ヌカワールドのパックスの方が強いっていうオチじゃないかな。だいぶもうレベル上がってるし。コーサーはあの少女が狙いだ。少女は最上階へ急行しろ、命令だ。少女とはなんかぶら下がってるし。お、え、待って、あれ近づいたら取れるとかしなかったっけ。嘘。なんもない。あ、ガンナーがまだ余ってる。あ、会場。うん、グレネード。あ、ガンナーが束になっても無理な感じが。あ、トラップ。はい、どうやら俺が最後に調べたのはここのようだな。あ、アドバンスド。やった。お、弾、キャップ、ラジオ。それで、あの、みんな知りたがりそうな内容。何？あ、まだいる。待って待って、金庫エキスパート、これ欲しい。あ、やった。あー、まあ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 、金庫にしまうようなものかな。おい、どんな計画だ。何ができるか見てみよう。できる。ビンゴ。ああ、こっから止めれたんだね。あ、ライト破壊されてます。ロック管理。え、ロックしたってな。タレットコントロール、プレス停止。コーサーは向こう行ったか。え？え？で、こっちも解除して。おい、やってみよう。どうぞ。待って、その前に。ガンナーが嫌がるんだけど、まあいっか。あ、こっちも同じか。ガンナープライベート。お、レベルアップ。私たちはかっこいい。そんなこと言って襲ってくる敵いる。ガンナ。あー、待って、もう一人。人も汗をかいていない。書こうと思ってかけるわけじゃない。私たちはかっこいいって言いながら襲ってくるガンナーもいるのか。これ乗り越えれるのが普通に。あ、通れた。うん、特に何もない。
で、エレベーター、コースはこの上か。最後、こっちにはビッグボーイがあるんだ。これで、吹っ飛ばせば、万事解決。お、お？お、なんだ？これ。マスター？ニック行けたっけ？聞いているよ。あのターミナルに侵入しろ。了解。あ、行けたっけマスター？これは手に負えないみたい。ダメか。大丈夫か？話してくれ。自分では行けんのか？きっつこれ。探すか。よし、対象外を削除したから。やった。単にめんどくさいだけだな。ハッキングってのは。はい、開いた。開いたけど、あ、フュージョンコアか。フュージョンコアだけ？そんぐらいか。まあ、はい。この辺なんもない。こっちかね。ターミナル、アドバンスなら行けるでしょ。何か必要なものがあるか。あのターミナルを解除できそうか。よし。営業開始だ。はい。遠隔ドア、遠隔ドアって多分これのことか。まあハッキングしてもいいし、解除してもいいしなとは。あれ、ここにもフュージョンコアあるが。あとは特に。撫で食う虫も何もない。なんかトラップがありそうで怖いな。羽に糸目はつけなかったんだろう。コースはどこだ。パスワードは知らない。あ、本当なんだ。Z2？ やめてくれ、やめてくれ、頼む。殺す必要はないだろう。コースは Z2 っていうの？ニック。おい、話してくれ。何ができるか見てみよう。いいや。自分はこっちやろう。入った。オッケー。何か不満を漏らしているようだ、パスワードに。まあ、うん、あ、解除か。やった。こっちは？まあ大したものはないけども回収で、コード Z2 というやつがいたが、また上行っちゃったが、お、スタート。これ、今殺されてすぐ骨になってるわけじゃないよな。まさかな。なんかこのスペース変わってるな。ここだけ、何こんな机とターミナルが置いてあるの。ぬかコーラ。やべ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 。あ、あ、あ、あ。人造人間が目的か。
何の人造人間だ。人造人間が目的でないとすれば私か。何が狙いだ。お前の頭の中のものだ。それは無理だ。え？お、何？こいつコーサーか。あ、どこ行った？え、見えない。どこ行った？これか。あ、いてててててやべえ、死んじゃったあいつ。だけど全然硬くないな。透明だけど全然動かない。K1？コーサーのチップゲット。あ、ステルスボーイ持ってるもん。え、助けるってことはこれが必要なんだよな。向こうへ行け。なんだよ。コーサーのチップを分析する。ガンナあ、とりあえず助けてあげる前に、ここは上に道とこっちはエレベーターか。オッケー、開けよう。入った。オッケー。あ、エレベーターの電源も入れといて、で、ありがとう。なんて言ったらいいか。何者だ。誰だ。私のインスティチュート認識番号は K198。 でもジェニーの方が好み。まだ知らなかったらだけど、私は人造人間よ。コーサーを放ったのは知っていた。ただこんなに早く発見されるとは思わなかったわ。私も逃れたと思ったけれど、その後この傭兵たちに捕まったの。それでこんなことになった。改めて助けてくれてありがとう。補給品を探してから行くわ。あと聞かれる前に言うけど、これ以上助けはいらない。連邦は容赦ないわ。自分でどうにかしないと死ぬことになる。今度はもっといい状況で会えるかもね。そうなればいいんだけど。帰ってった。すんげえ顔色悪い。人造人間なこと。どこへ行こうとしてるのか。この人たちはほっといていいのか。殺すなら殺せ。いや、殺さんよ。いや、殺すなら殺せ。よし、でクエストはクリアして、コーサーのチップがあっても解読方法がわからない。ああ、ドクターアーマリね。とにかくチップはゲットしたから、ぬかランチャーか。何？ターミナルがどこかにある。これじゃあ、なんかアイテム期待していい？あ、ケンブリッジ外か。おお、おお、悪くない悪くない悪くないが、一望できるところに出てきた。この人は？特に何もない。よし、じゃあ今回はここまでにして、コーサーチップが埋め込まれたやつ倒して、まあ、情報がたくさん入ってると思われるチップでゲットしたから、ドクターアマリに見せてやって解読してもらう。あー、危ね危ね危ね。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。